マツコメがうまい、ドン、キムです。いきなりですが、僕は究極の人見知りなのですが、そんな僕でも留学中想像でするくらいたくさんの友達ができました。ということで今回は海外の人と仲良くなる3つのコツを紹介したいと思います。まずその前に皆さんに勘違いしてほしくないのが、英語イコールフレンドリーイコールすぐ仲良くなれるっていうクソみたいな方程式ですね。確かに英語圏の方はフレンドリーな方が多く、知らない人でも目が合ったらニコって挨拶するし、親密度に関わらずすれ違った時は How are you? と挨拶するのが一般的なので、そう思う気持ちもわかります。僕も最近電車の中で知らない人と目が合った時にニコってするのに慣れてしまってなんだか日本でもやっちゃいそうだな。しかし初対面での打ち解けは比較的早いんですが、仲良くなるには時間がかかるんですよ。留学当初の僕は挨拶イコール仲良しだと盛大に勘違いしてて、たびたび俺友達多いなと自分のコミュ力に泥酔していたのですが、実はそれよっともだったんですよね。確かに挨拶する友達は多いけど、一緒に出かけたり深い話をする友達は一人もいなかったんですよね。と気づいた時にはすでにお寿司、僕の周りにはすでにヨットモが大量発生しており、僕も向こうからしたらヨットモなんだろうなとか思ってたら、すんごい悲しくなってショックで引きこもりました。でここでやっと本題に入るんですけど、まず仲良くなる上で意識すべきことは笑顔とオーバーリアクションです。僕たち人間は言語でなくとも自分の感情や気持ちを表現できるんですよ。まあ動物なんで。僕の日本人友達は英語はあまり上手ではないけど、笑顔とリアクションが本当に素敵な方で、留学当初僕と比にならないくらい爆速で仲いい友達を作ってました。僕もその子に感化されて笑顔とオーバーリアクションを意識し始めたんですが、なんかある日友達に、お前いつもニヤニヤしてるよな、笑ったと爆笑されたので、くれぐれも頻度には気をつけましょう。また僕が意識しているのはこの文章、 Be interested, not interested。 これはコミュ力負けの OG 友達がドヤ顔で教えてくれた言葉なんですが、訳すと人に興味を持て、つまり聞き上手になれってことですね。相手の話を聞き出せればそれだけ親密度も深くなっていきます。これは英語に限らずどの言語でも言えますね。まあ僕の場合、この言葉を聞いてから話を聞き出すことを意識して友達に質問しまくってたら、あだ名がクエスチョン野郎になったので。で、仲良くなる上で僕が一番効果的だなと思う方法は、名前を覚えるです。当たり前じゃん。って思ったそこのあなた。英語の名前覚えるのめっちゃ難しいんすよ。というのも、そもそも日本の名前でさえ覚えるのは大変なのに、英語圏の名前は多種多様すぎて全く覚えられる気配がなく、さらに初対面では、デイビッドのように名前が挨拶になることも多く、一発で覚えるのは不可能に近いです。僕の場合、何とか名前を覚えるべく、その日出会った人全員と鬼のように Facebook を交換し、家に帰ってから顔と名前を一致させてましたね。一方で、ここでしっかり名前を覚えることで、その人との距離が一気に縮まるんです。これは僕の実体験なんですが、ある日、OG 友達のジョッシュと一緒に勉強してた時、僕がふと、ねえジョッシュ?と名前を呼ぶと、彼がパッとこっちを振り向いて、今なんつった?と言いました。そこで僕は名前を間違ったのかと焦って、ごめん、名前間違った。ごめん、ごめん、ごめん。と言ったら彼は、いや、そうじゃなくて、今のジョッシュの発音、完璧だったよ。いつも間違われることが多いからさ、めちゃくちゃ嬉しいよ。と、大喜びしてくれました。彼的には、ただ名前を覚えるだけじゃなく、正しい発音まで覚えてくれてたことが、すごく嬉しかったみたいです。それから彼とは一気に仲良くなり、なんか一緒にキャンプとか行っちゃうくらいの仲になったんです。そんなある日、ジョッシュに、ホームパーティーに来ないか。と誘われ、その週末に彼の家遊びに来ました。そこには家族含め20人くらいの人がすでに集まっていたのですが、当時究極の人、ミッシリーだった僕は、なかなかそのパーティー馴染めず、ひたすらテーブルの料理を貪ってました。それを見たジョッシュが突然、こっちに来てくれと僕を皆の前に連れ出したのです。そして、みんな聞いてくれという掛け声の後、彼は大衆に向かってこう言いました。こいつは俺の親友、リオだ。